の五条あかるです。今日はですね、左手の指が痛いという初心者ギタリストさんに言いたいことがある。ギター始めたばかりでね、上手くなりたい、いっぱい練習したい、だけど指先痛すぎと、これじゃ今日はもう練習できないっていうね、そんな風に思ってる方にちょっと伝えたいんですけど、いいか、ギターってのはいっぱい練習しなきゃならんのだよ。なので痛いとか言ってるで練習しろ、根性見せろっていう人がもしあなたの周りにいたらマジで無視してください。マジでやべえっす。まあ、ある程度の根性は必要です。でも痛くても我慢して今日も何時間も練習しろっていう、これは間違いだなと思います。で、今日はそんなお話を、前半ではその理屈を解説して、後半ではじゃあどうしたらいいのっていう具体的な代替案を3つ紹介したいと思います。じゃあまず指が痛いっていう話、これね、全員そうなります。で、よく考えてみて、今までさ、こんな細いなんだスチールとかブロンズとかの線をさ、指先だけでこんな押した経験なくないですか。で、思ったよりこれ力いるよね。だからまあ一生懸命抑えようとするんだけど、指先めっちゃ痛い。これ本当に全員そうなります。なのでこんな何時間もやってたら指先ボロボロになるに決まってるじゃないですかと言いつつ、じゃあプロのギタリストはどうなるんだってちょっと思いますよね。2時間とか3時間とかのライブ日常的にやっててさ、指先ボロボロになってるのか。なっていません。理由、これ3つ考えてみました。あげます。1つ目、指先が育っている。2つ目、錆びた弦は使わない。3つ目、そんなに1つのコードを長く抑えることがない。これです。ごめんね、この3番について俺めちゃくちゃ今日喋りたくてこの動画撮ってるんだけど、前提としてちょっと1と2、これ聞いてもらった方がいいかなと思うので、よかったらちょっと聞いてください。順番にお話します。まず1つ目、指先が育っている。これギターを弾き始めて、最初は指がマジで痛すぎると。でも、次第に弦に負けない指になっていくんです。少しずつ硬くなっていきます。あなたも絶対そうなる。じゃあ、僕ら、もうちょっとギター弾ける人たちはどんだけ指硬いんじゃいと。そんなに硬くないんだよね僕そのレッスンの生徒さんとかとこう指比べてもらったりするんだけど、僕全然フニフニしてるのよ。なのでこれはごめん、ちょっと皮膚の変化とかについて詳しいお話は分かんないんだけど、どうやら弾ける人みんなこんなもんなんですよ。なのであなたもいっぱい練習して、一旦指先めっちゃ硬くなって、でその先別に硬くもないけど普通に抑えられるってとこまで行ってください。僕はこの状態の指のことをギタリストの指と呼んでいます。あなたの指がギタリストの指になるかどうかはあなた次第です。ちょっと今甘噛みしたね。まあ、いこう。次に2番、これ弦は錆びます。そして錆びた弦、これは凶器です。錆びって金属だけでは自然には起こらないんですよ。空気中の水分だったり、あなたの手の汗とか油とかと結合、なんか化学反応みたいなのして、で周りがこうボロボロキシキシしてくるっていうこと。つまりこの周りがギザギザするんだよね。めちゃくちゃ痛いぜ。ちなみに今からちょっと怖い話じゃない、痛い話をします。ちょっと苦手な方はこの辺になんかマークとか出しとくので、嫌な方はちょっとその間音量絞っといてください。いきますよ。カッターの刃って指に押し当てたら指先切れますよね。まあ、ちなみにその3弦の太さとカッターの刃がだいたい同じぐらいで、そのカッターの刃先が錆びてれば錆びてるほど切れ味やばくなると思いませんかっていう、これね。で、切れるまではいかなくても指先をボロボロに痛めるだけの力はあります。痛い話この辺で終わり。であるからして古い弦の方が指先痛くなります。でプロはちゃんと弦張り替えてます。スタッフさんがね。これ弦が古くなるとどんな良くないことが起こるか別の動画でお話ししてるんですけど、その痛いとかじゃなくて普通に音も悪くなるからなんですよね。なのでプロはちゃんと張り替えます。じゃああなたはプロ並みではないとかそういうレベルじゃなくて、弦交換普通に怠っていませんか。ギターの弦の寿命って意外と1ヶ月くらいです。なのであなたがギターを買ってからまだ1ヶ月経ってないって言っても、そのギターは弦を張られて工場から出て楽器屋さんで展示されて、さあ何ヶ月経つでしょう。試しに弦張り替えてみてはいかがでしょうか。ちょっと弦は細いやつとかコーティング弦とかの方が痛くないかもしれないんだけど、そういう話はちょっとこの動画後半終盤でちょっとだけするので、一旦ちょっとここではまた別のお話をさせてください。この3番のお話、これがすぐしたい。今日一番話したかったやつ、初心者のあなた、こう一生懸命コード押さえるじゃないですか。こうやってギューギューって押さえて、それでもならない、またギューって指開かない、届かない、なんとか届いた、よし押し込めーみたいな、こう頑張ってるじゃないですか。大変だよな。僕らはそんなことしません。これ僕らはうまいから弾けるから今更そんな努力が必要ないんだよみたいな、残念だったら伸びたみたいな、そういう意味ではなくって、曲弾いてたら一つのコードを抑える時間ってすごく短いんですよ。なのでそんなに一つの箇所をギューって抑えるってことをしないんですよ。これ意味わかります？ C コード、これ力入るよね、って開け起こせ、みたいな。で G コード難しいよね、ここ小指どうなってんだ、こっち指が立たない、F コード、これ開こう、もうちょっと
とここギュッと、指2弦が浮いちゃう、やりますよね。これを一つずつ一生懸命練習してますよね。ぜひともまあ練習はしてくださいなんだけど、でその結果できるようになったら、でも目標としてやるのってこんなもんだよね。弾いちゃうんです。これ弾けるからさらっと弾いてるんだけど、曲に乗せて演奏するとずーっと同じ指の同じ場所を長い時間押し付けてるってしないんですよ、ね、つまり練習中の方が辛いんですよこれ。あれとかさ、例えばじゃあラジオ体操とかってさ、なんか こんな動きやったじゃん。全然映んないけど、あの こういうやつで、これもさ、こう一つずつの動きをこうなんかこんなんない極めようとして、このポーズを10分も20分とかやってたら肩ぶっ壊れますよ。でこれ今ちょっと画角のためにちょっと俺下がってますけど、確かラジオ体操のこれの時って背伸びしてるよね。もう肩も私こうふくらはぎとか足プルプルしてやべえぜ。いやどうだろう、若い子なら大丈夫なんですか。わしゃ無理だよ。うん、でこう言いたいことわかる。このダンスとかのさ、ほんの一瞬のこんな不自然な ポーズとかもさ、こうずっとやり続けてたらさ、もうすっごい負担なわけじゃん。逆立ちとかもね、5秒やるのとプロがやってるその5秒を真似するために1時間逆立ちの練習するのだと、もう疲労とか負担とか全然違うじゃないですか。なので C コード G コード F コードもこんなのあなたの練習の時が大変、これ当然なんですよってなったらね、僕が言いたいのは無理しないでっていう、そういうこと。冒頭で言いました、指が痛いとかじゃなくて根性でやれって、その無理だって。そんなのこれ、あの僕最近そのスタジオレッスンとかで大阪とか名古屋とか福岡とかまで行ってレッスンしてるんですけども、生徒さんと C コードとか G コードとかこう一緒になんかこう角度とかこうなんか気にしながらやって思ったよ。1時間ライブやるより5分コード練習する方が疲れます。なのでしっかり休憩してください。まあ頭もリフレッシュさせるとか、まあ肩も痛い、指先も痛い、しっかり休ませてください。これもう根性がないとかセンスがないとかじゃなくて当たり前だわこれっていう、そんな感じ。ここまでがまあ根性での練習っていうのはちょっとそれ違わないっていう、まあ否定したいその根拠についてのお話でした。じゃあここからは、でも早くギター練習してもっと弾けるようになりたいっていう方向けの代替案、こんな練習するといいんじゃないっていうお話をちょっと3つお話しします。1つ目押さえないで触るだけ練習、2つ目右手の練習、3つ目リズムとか理論とかのお勉強。これですね、指先めっちゃ痛い、押さえると激痛、でもコードをとにかく練習したいんだ、コードをいっぱい覚えたいんだっていう方だったら、ギュッて押さえないで触るだけでいいです。ここ C コードはこことこことここかーって触るだけ、押さえない、弾かない、ポンポンポン触るだけ、これですね。これなんか妥協してる介護官の練習な気がしますが、実はこれをすることによって力を抜いたままこの形を作るっていう、そういう練習になります。あのさ、だって僕らがさとかやってんのに、こんなん一個一個力入れてるわけないじゃん。なので力入れなくても抑えられるっていう、これを目指してほしいです。のためにはね、もう弦のそのポジション触るだけ、トントントン、あここね、音はなんなくてもいいや、触った、はいここ合ってる合ってるっていう、これだけの練習をすることによって、まあ指先への負担を軽くしつつ、逆に力を入れないで抑えるっていう練習にもなります。おすすめ。ただ指先が、いやマジでマジで痛いっていう方、もう先っちょに弦が触れるだけで激痛みたいな、そういうタイミングもありますよね。もうなんか本当にボロボロになって、そのなんだっけ、このなんかこうね、なんか神経がすぐ触れ、もう水で手洗うのも痛いみたいな、そんな方いるよね。そんな時はもうさっさと諦めて右手の練習してくださいみたいな。はい、もうギター初心者の方多分全員なんですけど、ギター左手の方が難しいと思ってるでしょ。てか初め右手なんてこう別に全然何も気にしなくてもできると思ってるでしょ。しかしある一手のとこまで行くと、まあ、気づきます、右手激ムズ。そうなんですよ、そう、右手は初心者ギタリストにおろそかにされがちただまあすぐに右手をもっと練習しなきゃいけない時が訪れます。これ割とすぐ、中級者になったらとか上級者になったらとかじゃなくて、初心者の中頃ぐらいで、あれこれ右手難しくないってなります。そう、左手が使えない時、今がチャンス、右手の練習をしましょう。やり方はもうあれですね、左手もう全部の弦こう適当にベンって触って、こんな感じにして、でこうこれですよ、これ全部の弦をミュートしてる状態ですね。ちなみにこれまあブラッシング奏法とかも言います。これ詳しくは専用の動画で解説しております。でこのブラッシング状態って、まあ、音程とかもなんかないし、で音も伸びないんですね。なので他の要素が聞き取りやすくなります。例えばリズムね、1、2、3、4、タンタタタみたいな、これね、とか弦に当たる強さ均等になってるかな、あれなんか
なんかこっちの弦になんか深めに当たって一弦に当たってない気がするとか、アップストロークの時にガニャガニャってなってる気がするとか、でこの時点でこうやって音がガチャガチャになってるとか、ストロークパターンの練習してみて、なんかね、そうだなみたいな、こういうのをやってみてほしいです。ちなみにストロークパターンをいろいろ伝授している動画ってのもあります。であとアルペジオのパターンとかね、右手だけで練習できるという、まあそうだな、みたいな、こういう練習するとかね。でもっと基本のとこで狙った弦1本だけを弾く練習とかですね、フレーズを弾くならこれはもう必須です。もう大体こうなんかギタリストってこう左手は見てるけど右手はもう見もしないっていうことが多いんですね。これはどの弦がどのあたりにあるか、もうこれをしっかり把握してるからなんですね。こういうのの練習を、まあ、せっかくこう左手を休ませてる機会にやっておく。そうすると左手がこうなんか練習に復帰してきた時に、あれお前なんかいつの間に成長してね、イエーイみたいな感じになります。これチームワークです。これよくわかんないけど、まあ、ちなみにこのブラッシングの代わりに、そうだな、適当なクロスとかタオルとかでもいいよ。ちょっと待って、はい、これギタークロスですね。おすすめはモーリスのやつ。これ概要欄に貼っとくね。これとかでこうやって全部の弦をこうベーンってやっておくと、こう、はい、もうなんか自動ミュートになるので、まあこれもいいよね。これまあ普通にってやるよりも音も小さいから、いつもよりちょっと遅い時間でも許されるかもねっていう感じで、最後3点目、それでもギター練習はもうちょっと痛くてこれちょっときついわーっていう方は、もう思い切ってギターに触らないのもありです。でまあリフレッシュデーにしてネットフリックスとか見ててもいいんですけど、いやギター上手くなりてーっていう、そんな熱いモチベーションを持て余しているそんな方は、リズムの練習とか理論のお勉強なんかはいかがでしょうか。手拍子だけでできるリズムトレーニングっていう動画も出してます。であと理論のお勉強動画、こちら結構いろいろ出してるんですけど、実はかなり好評でございます。8分音符と16分音符って何が違うんだろう、キーってなんだろう、マイナーコードって何が違うんだ、これをね動画1本でも見ておくと、こうギター練習に戻った時に、そういうことかとこう理解度が上がって、まあ成長スピードちょっとだけ速くなるんじゃないかなと思います。せっかくなのでこの機に見ておいてください。まあ概要欄に良さげな動画のリンクをこさえておきます。こさえるって何よくわかんない。はい、そんな感じですね。あとはまあじゃあ最後にギターの弦、実は太い弦とか細い弦とか選べます。あのこっちが太くてこっちが細いとかじゃなくて、この6本セットが全体的にもうちょっと細いやつとかもうちょっと太いやつとかいろいろあります。で太い弦の方が押さえるのに力が必要なので、つまりは逆に細い弦の方が指が痛くならないです。ただまあギターって楽器は結構繊細なんですよね、こう見えて。で弦の太さとかを変えるとネックの反り具合が変わっちゃう可能性がある。このまっすぐなのがちょっとこっちに曲がったりこっちに曲がったりするんですよ。まあ一概には言えないよ、絶対張り替えたら曲がっちゃうとかでもないんだけど、なのでこう分からないうちはとりあえず楽器屋さんとかにこうギター持ってって、あのこのギター使ってるんですけど、なんかもうちょっと細い弦の方が指痛くならないって聞いて、とごめんなさい、どれがいいですかって、張り替えてもらえませんかって相談してみてください。やってくれる時はやってくれる、やってくれるお店はやってくれる。まあコツとしてはお店が空いてる時間に行くこと、混んでる時はそれどころじゃないの、あーちょ無理っすね、あやしゃせーとか言っても、全然無理な可能性もあります。あとはまあ元々受け付けてないお店とかもあるので、一度電話とかで、ね、相談してみるといいかなと思います。一応僕はそのスタジオレッスンとかそのオンラインレッスンとか受けてくれる方、まあその場で相談されたら、じゃあ何かしら、あじゃああなたのその狙いとこのギターだったらこれがおすすめじゃないって言ったりするけど、まあこうみんなに向けて、誰が見てくれてるか分かんないのに、これが痛くない弦ですっていうのはちょっと一応やめときますっていうのを、一応それらを踏まえた上で細めでコーティング弦っていうのをちょっとおすすめ、アコギ用とエレキ用どちらも概要欄に貼っておきますので、まあ参考程度に見てみていただいてもよしっていう感じです。本日はまあそんな感じかな。はい、指が痛くなっちゃうっていうその気持ちすげえわかるよ。特に最近そのスタジオレッスンとかやるようになっても久々に思い出しました。コード練習してる時が一番辛い、本当にこん時がギター一番大変なので、ぜひここ乗り越えてください。マジで楽しいです。でちゃんとその休憩をしながら乗り越えてください。根性ってのはこの1時間2時間に込めるんじゃなくて、継続して明日も明後日も少しずつやるっていう、こっちに使ってください。左手が痛かったら今日は右手の練習、今日はお勉強だけする、そういう風にいろんなやり方で勉強してって練習してってください。でそのために役に立ちそうな基礎練動画出してます。5分間にまとめた基礎練の詰め合わせメニューですねをやるための、あめちゃめちゃかっこいいオリジナル曲を作りました。5分間だったらできそうでしょ。であの普通に C コードとか8ビートストロークとか
なんか簡単なコード進行とか、をやってるだけなんだけど、曲を演奏してる気分になれるっていう、そういうコンテンツです。レベル別にこう1からレベル10まで作りましたので、ご自身に合いそうなやつ挑戦してみてください。で、毎日やってるって方、コメント欄とか Twitter のハッシュタグハゲよりギター教室でも見てます。あ、このハッシュタグはこう誰でも使ってくれて OK です。このギター頑張るぞって、でも一人だとなんかくじけそうだからとか、 Twitter 上でこう決意表明するぞとか、あとはギター仲間が欲しいみたいな方はぜひこのタグつけて投稿してみてください。実は僕も毎日見てます。で、今日この動画見て、あ、なるほど、指先痛いから今日はブラッシング練習だけしたとか書いてみてください。多分みんながいいねしてくれると思います。そんなわけで今日の動画はおしまい。最後に指痛いとこ申し訳ないんだけど、高評価ボタンだけこう押しといてくれるとなんか嬉しいなと思います。で、まだまだ新しい動画見たいと思ってくれたらチャンネル登録ボタンもよろしく。それじゃあ頑張れよ、バイバーイ。